チャンピオンシップポーカーナイツオブランド2015、決勝戦が終わりました。優勝は、3代目パワフルイブ with M のブレンさんでした。おめでとうございます。はい、3回目の予選の優勝も、イブさんで、両サイドには同じメンバーがいるという形で、いえいえ、もう2人の呼び込みもあったけど、優勝ということで、はい、まずは一言お願いします。今日は勝ってよかったんで、よかったです。はい、やりました。途中何か、印象的なところとかありましたか？まあ、結構辛い反応を受けたんで、はい、最後、その分、金が来たかなと思います。はい、はい、じゃあ、お二人の川口さんと、ジンジンさんのからも一言お願いします。やっぱファイナルテーブルで2ポケでオールインしてクイーンズに凍られて、ブロックオープンエンドからの2セット引いて相手をぶっ倒したのが強いです。見事でした。やっちゃったなと思ったんですけど、さすがでした。それはでした。いや、そうですね、あただけで生きてますから。僕個人的には GG さんの呼び込みも結構全力で応援してました。ファイナルと予選3回目と連続だったんでね、結構強かったなと思います。まあ、勝手にも呼び込みでも勝つものだと思ってましたし、はい、ちなみに今回、優勝するとそれぞれマイルが入るわけですけども、皆さん入ったマイルで何か行きたいところありますか？いや、もう決まってますよ、はい、それは3代目パワフルイブのために、はい、イブ姉さんのために使います。姉さんのために使いますか？うちの親分のイブ姉さんのために使います。はい、分かりました。じゃあ何か一言女神に向かってありますか？牛の宮よろしくお願いします。はい、牛の宮で使いますか？そんなそれはしょうがない。それはしょうがない。致し方ないんで。致し方ない。まあ、俺はイブの兄貴のために靴をプレゼントします。そんなことない。本当にできませんよね。2個プレゼント。はい、そんな形でした。はい、ぜひナイトブランド次回の開催もまた予定しています。次はなんとジャパンオープンのサイドイベントで行われます。イエーイ。まだ1年後ですから、多分ここら辺にこう詳細がね、そうですね、詳細がこの辺に出回ると思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ今回のナイツオブランド2015決勝の優勝は3代目ファーフルイブ with M のブライアンさんでした。ブライアンさんお聞きください。クラブチャンピオンシップポーカーナイツオブランド2015準優勝は5人に育成部門の、チームウナギこと、5人に育成委員会準優勝のロンブさんです。キャプテンはこちらですよ。もちろんロンブさんとリエゾーさんとマサニーさんとでした。つづくせーよ。すごい渋いメンツ集めましたね。まあね、リエゾーさん引っ張ってきちゃった。ちょっとですね、マサニーさんカメラから外れてるので、もうちょっと寄ってもらっていいですか？はい、今回なんと急遽構成されたチームで。びっくりしましたよ。主催が笑ってどうするの。いやありがとうございます。俺言われたの、はい、来ないとマサシロ泣いちゃうって言ったから、はい、確かねーと思って。そうなんです。まあ私も似たようなもので3名ありがとうございました。来てくれてどうでしたか？印象的なシーンとかあれば。まあね、ロンブさんの決勝しか出てないんで、あのチームうなぎは全然いいとこなしでした。いいとこなし、はい、で、ね、もうチームうなぎの片割れと一緒に予選負けた後、はい、もう泣きながらうなぎ食ってでもそれが今日ね。そう今日からの雪辱です。雪辱が果たせた。あともう残念なのはここにちょっとローソンがいない。ローソンがいない。あとまあね、はい、あの裏番のカツオちゃんが違う。カツオさん今日そう値段そうですね、現地からの応援してると思うんで、あの魂が乗り移ってます。喜んでると思います。あのどっか右下にあの写真を入れて丸く抜いて入れておいて、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。今回本当ね、急遽集めてもらったチームで準優勝と輝かしい。ちなみにマイルは何に使いたいですか？じゃあとりあえずカツオちゃんと肉食いに行こう。そうですね、肉ですね、肉食いに。はい、まあ、そういうことになってます、はい、そんな感じでお願いします。じゃあ最後に何か告知等あればリエゾーさんお願いします。
告知、はい、9月の27日に8ミックスを麻布でやります。麻布でやりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり渋いゲームだね。これからなんで論文くれくれねえのか。じゃあぜひとも8ミックス芸蔵さんやってますんで出ていただければと思います。